羽室氏は、形成外科専門の外科医で、手術三昧の毎日を送っていたのですが、50代の半ばから、神道の勉強を始め、平成6年から春日大社宮司になられました。羽室氏は、著書、神道の心の中で、がんとボケを治す方法を述べておられます。さすが、外科医であっただけのことはあり。 がんに対する考え方も、私の考えていることと、ほとんど同じ内容で、非常に示唆に富んでいますので、次に引用してみます。病気を見ていて、治る病気、治らない病気はありますか僕が医学部に入って驚いたのは、なんて治らない病気が多いんだろうかということです。膨大な数の病名が本に書いてあります。そのうちの 90何は治らない治らない病気にはかかりたくないと本当に思いました普通の人が見たこともないような病気の人がたくさん大学病院には来ていますほとんどは治らないそれは見るも哀れなことです自分がそうなったときどうしようかということで真剣に考えました結局到達したのは この世に病気なるものは存在しないということです。東洋医学の言うように、すべて、バランスの崩れが、そのようなそのような病気として現れているだけだという結論に達したわけです。だから、極端に言えば、がん細胞なんていうのは存在しないです。あれは、バランスが崩れて、脳の統制に従わない細胞なんです。我々の細胞は、 常に古い細胞から新しい細胞に新陳代謝することによって生きているそれは脳からの指令で体のバランスが維持されて古い細胞が新しい細胞に正しく遺伝子を伝えるその仕組みで我々は生かされている例えばお風呂で赤が出るでしょうこれは新陳代謝によって皮膚の古い細胞が落ちて それがゴミと一緒になったものです生まれてから今までに僕の手の甲の皮膚はずっと手の甲の皮膚なんです。手の甲に胃袋ができたきり腸ができたりはしない。なぜかというと手の甲の細胞には手の甲だよという記憶遺伝子が入っている。それを次々と正確に伝えているからいつまでも手の甲の皮膚なんです。 それを伝えなくなくったのが癌です。言うことを聞かない自分勝手に分裂する最後には人間を殺してしまうわけですだから今の社会と同じで統制に従わないで勝手にやっているとついには国も滅ぼしてしまうのと同じ仕組みなんですだから統制に従って遺伝子を次々に伝えていたら癌なんてないわけです 細胞だって新しい細胞が古い細胞に変わって増えていくでしょう。新陳代謝しているのだから逆にどこかでがん細胞を断ち切って新しい記憶の細胞にがん細胞がなればがんは消えるわけです。次から次へとがん細胞を出すから死んでしまう。新陳代謝はしているんですね。だから どこかでもとの細胞が正しい記憶に戻れば次から出てくる細胞は正常な細胞になってくるんですだからがんが突如として消えてしまうことは当たり前なんですところが当の本人がそれをやらないからいつまでたってもがん細胞がどんどん出てしまいには死んでしまうことになるそれにはどうしたらいいかというと生かされることに感謝しなさい バランスを取り戻しなさいそうすればどこかで正常な細胞に変わりますよ。そうしてあとは次から次へと正常な細胞が出てきますよ。元のがん細胞は消えてしまいますよ。これは事実です。それができたらがんも恐ろしくない。だけど残念ながらがんをつかんでいる。俺はがんだもう命はないと。 自分でがんをつかんでいることに気がつかないのです。がんをつかんで離さない。がんを離さない。だから死んでいくんです。僕はがんなんてないんだ。ただ細胞が間違っているだけだ。だから、正しい細胞に戻せばいいんだ。そういうバランスですね。発想の転換によって、がん細胞が完全に消えてしまうことがある。 そういう人をいくらでも見たことがありますし僕自身も経験しました戦争中にお尻におできができたんです薬もないしそうしたらうちのお袋が裁縫ばさミを火で破って消毒してこれで刺して海を出したその後がケロイドになって困りました昔は学校で泳ぐときは今みたいにパンツじゃないふんどしです そうう。するるとケロイドが見えるでしょうそれが僕は本当に嫌だと思っていたところが前にも話したように結核が重くなって死が目の前に近づいた時一冊の本で神に生かされていることを教えられありがたくて感激して泣けて泣けて気がついたら結核が奇跡のように消えていましたが一緒にケロイドも消えていたんです亡くなっちゃったのです その時、誰もが全くの奇跡だと思いました。結核と一緒にですかええ。なくそうと思ったんじゃないですよ。がん感激して結核が消えたら、ケロイドも共に消えたんです。今はありません。というのはケロイドだって新陳代謝するわけだから、次々とケロイドの細胞ができてきたわけでしょう。それは、僕が、 そういう心を持っていたからです。ところがその時に一瞬正常な細胞に戻ったわけです。そうしたらできていたケロイドも溶け落ちてしまった。ガンだって同時ことですね。ハムロ氏の治癒体験は奇跡に見えますがどんな難病でも心を変えることにより治癒するという事実を立派に証明しています。普通の人が すぐにハムロジのような奇跡を起こすことは無理にしても一定のトレーニングの積み重ねて心を変えていけば病性の悪化を食い止めて時間はかかっても最終的には病気を治癒させることは可能であると思います。これから順に心を変革する方法論について述べていきます。